はい、えー、名称マんもの半路時計傾向ということで、1分ぐらいでいきたいと思います。はい、このような感じですね。うーん、極端です。あの、53.9秒以下の時に5勝。ま、ああの、若い頃ですね、あの、乗りに乗っている時はもう時計も早くて結果も良くてという感じでした。で、ま、あその他で言うとですね、まあ、53.9秒以下のところだと、ま、1回しか買ってないっていうこともありますし、 うんまあ、僕個人的にはよくメルマガとかにも書くんですけど、名称マンボがまあ復活して一撃あって蘇ってくる時があるなら、反路時計が早い時に、反、まあ、路時計が早いと、方が、えー、まあ成績がいいコースとか、そういう条件で蘇ってくるんじゃないかなと思ってますね。うん、逆に遅い時はあんまり買いたいとは今のところ思いません。馬、ま、券、あ、にはなってますけどね。よっぽどあの人気がある時だけでしたので。はい。ということで、 小万坊の話でした。はい。これは1分くらいの動画ですが、他にいっぱいあいろんな動画え、長い動画、短い動画、えー、顔出し動画、音声動画、えー、競馬ソフトの使い方の、えー、レクチャー動画などいろいろアップしてますので、ぜひチャンネル登録してください。さようなら。